考えと本当に合ってないようなもので、昔は半半半半ごとに縛りの技術というものがあったんですね。補助術というものがあったんです。基本門外不出とされているものが多くて、欧米の方に行くと TK って言われるんですよ。正直言うと名前つけたもん勝ちみたいなところがあります。後ろ手でこれをこういう形を作るんですね。これができる人は本当に貴重です。今までお会いした中でも数人、10人はいないですね。10人に1人はできないでしょう。はい、どうも、どうも、てしんチャンネル、どうも、てしんです。今日もよろしくお願いします。プロの金箔師が答えるお悩み相談コーナーでございます。はい、答えるで。お悩み相談って言うことわかんないですもんね。前回もやったんですけれども、はい、この動画の対するコメント欄だったりに、うん、疑問とか、はい、そういうものがちらほらいただけるようになってきてますので、ありがたいですね。それに答えていきたいなと思っております。はい、行きましょう。前回が、縄の保管方法でしたね。そうですね。はい。同じような感じで、ちょっと縄に関する疑問といいますか、うん、が来てるのでご紹介します。はい。はじめまして、うん、質問です。はじめまして。以前見たことがある縛りで、何という縛りなのかわからないのですが、手は後ろで手のひらを合わせて、頭から首のあたりで拝んでいるような縛り。はい。その縛りの名前は何というのか、どのように縛るのか、簡単な縛りなのか、お聞かせいただければ幸いですと。はい。これね、難しいですね。質問者さんに僕、コメントの中で質問をして、返ってきた答えから導き出されて分かったんですけども、後ろで合掌とか、後ろで観音とかっていう言い方をされてるやつですね。後ろでこれを、こういう形を作るんですね。肩周り、肩甲骨周りが柔らかい人でないとできないので、まず、難しいですかという質問なんですけども、これは受け手さんを選びます。縛る側の技術はあまり関係ないですね。はい。縛る側の技術っていうのはもう別に、後手ができればっていうのがまたちょっとこうハードルがあるというか、こう段階があるというかで、説明が難しいんですけども、でもいわゆる後手銀幕ができる方だったらできるので、あと YouTube なので実践がちょっとできないっていうのがものすごく申し訳ない。後ろで合唱できる人をモデルさん用意して横で縛ったら早いんですけども、それができないっていうのはちょっとご理解いただきたいと。簡単に説明しますと、ここ、後ろで手をこう合わせるわけですけども、手の状態でこう、指と指を合わせてそこからこういうふうに上げていくわけですけども、要は、こことここを手首を縛ればいいわけですよね。これ、いっぺんにぐるっと巻く場合もあれば、片手ずつ縛る。こっち輪っか作って、引っ張るこっち輪っか作って、そこからここに後手金箔をかけていくということでお分かりいただけますかね。もしくは、後手金箔って言われて、何それって思う人は、まず後手金箔から学んでください。先にちょっとそっち行くのは順番が違うので、そうですね。空手で言えば、正拳突きをやる前にいきなりブラジリアンハイキックを練習するようなもんですかね。順番というものがやっぱあります。ボクシングだったら先にジャブ、格闘技ばっかりやな。いきなりクロスカウンターの練習とかするのは間違ってるという話ですよね。お住まいによってはなかなか簡単じゃないと思うし、今時節柄非常に難しいので、簡単にこういうことをお勧めするのも本当は違うのかもしれないんですけど、どこかご自分のお近く、なるべくこう利便性のいいところの縄刈りとか、そういうところに行って、まず後手金箔をしっかり習ってください。後手金箔がしっかりできる人であれば、後ろで合掌を受けれるモデルがいれば、縛れます。縛れるはずです。ので、そこで習われたらいいんじゃないかなと。広くいろんな人にお伝えするような今の状況で、あんまりこう手順だけを教えるということに少し抵抗があって、なるべくちょっと習われた方がいいかなと。ちょっとしたらまた今度そういうこともやるのかもしれないんですけど、いろんなこう注意喚起をしながらやるのかもしれないですけど、今はちょっとご勘弁いただきたいなと。質問者さんに対する答えですけども、ちょっと遠回りになりましたけど、技術としてはそれほど難しいものではない。ただし、それは後手金箔ができるという条件のもとにです。後手金箔ができないんであれば、まず基本と呼ばれる後手金箔を先に習ってください。そこからですね。後手というのもまず難しくてですね、言い方がたくさんあるんですよ。高手小手という言い方があって、後手金箔が欧米の方に行くと TK って言われるんですよ。この TK って何だったら高手小手のイニシャルなんですよね。で TK って言うんですけども。で、高手小手ってどういうものだって言ったら、これ後ろ手で、こういうものを高手小手っていう場合がほとんどです。まず、肘の高さまでこう、上がってるのを高手という言い方をする。小手っていうのはここですよね。小手が高くなるので、これで高手、小手という言い方をするのが
比較的一般的ではないかと思うんですが、こういう組み方ではなく、ここからさらにこう後ろでですよ、これは後ろででこう組むものが高手であって、これは後手だと主張する方々もいらっしゃいます。僕はどっちが正しいではないと思ってるんですね。縛りの名前に対する質問がすごく多いんですけども、名前って本当に合ってないようなもので、誰かが勝手に名前を付けただけっていう側面もすごくあって、それこそ前に動画で出した亀甲縛り、肘縛りとかも、そうです、そうです、同じですね。誰かが作った、誰かが勝手につけたんですよね。ただ江戸時代からある古城術とかそういったものがあって、そこに名前が載ってるものもたくさんあるんですけども、この本見てみろよ、この縛りはなんとか縛りって言うんだよっていうのが実際正しいかっていうと、実は僕それも疑問に思ってて、昔は藩藩藩藩ごとに縛りの技術というものがあったんですね。古城術というものがあったんです。基本門外不出とされているものが多くて、今後世に残ってるものっていうのが、この全ての藩のものが全部残ってるわけではない、本当に一部だけが残ってるので、何々藩では確かにこれはこういう名前だったかもしれないけど、何々藩では違う名前だったよってことがたくさんあると思ってるんですよ、うんうんうん、思ってるので、今たまたま伝わってきたものをこうなんか何やろう、鬼の首を取ったみたいに、ほらこの記述を見てみろみたいに言うのもちょっと違うんちゃうかなっていう気もして、ね、今現代においても正直言うと名前つけたもん勝ちみたいなところがあります。何々言う、例えば僕が、鉄心流何々って名前をつけたら、それはもう鉄心流何々なんですよ。他の縛りといくら似てようが、いやここのポイントがちょっと違うからねとかっていうことは言えたりもするんで、ただ僕はそういうのをあんまりこう名前をつけるというのが好きじゃないので、というのが縛りは日々進歩していくので、これよりもこっちの方がいいなとかっていうのは常に変化していく。僕の場合はです、少なくとも師匠に習ったものをずっと固くなに受け継いでいくために縛りを一切変えないっておっしゃる方もいるかもしれない、いるかもしれないけど、僕はどん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 進歩していくべきだと思ってるので、あんまり名前つけるっていうのは好きじゃないんですよね。実際僕も後ろで噛んの、はい、自分をやろうと思ったんですけど、やっぱできない、全然できないですね。はい、体硬いからなのか分かんないんですけど、男性でこれができる人は本当に貴重です。へー、僕今までお会いした中でも数人、10人はいないですね。女性でも10人に1人はできないでしょう。もっともっと数少ない、もっと少ないです。ちょっと見てる人せっかくですからね、やってほしいですよ。後ろで、ね、後ろで、後ろでここからこうやって合わせれるかっていう、こういう形が後ろで、そうですね、背中で合唱するんですよね。そうです、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 全然無理です。体が硬い柔らかいって、うん、その縛られる時に、うん、さあというか出てくるんですか。出てきます、出てきます。体が柔らかいといろんな縛りができるので、縛る方としてはちょっと面白かったりもするんです。その反面どこまでも曲がってしまうのでちょっと危険っていうのもあって、特に釣りをする場合に背面とかひだとか平行とかいろんな言い方があるんですけども、普通にうつ伏せの状態で釣る時に、うん、腰が柔らかすぎるとこう落ちるわけですよね。こう反っちゃうっていう、反りますよね。でこれが平気な人もいれば、反りすぎて腰痛める人もいるんですよ。足の関節でもそうですけども、こう上げると上がるけどこう上げると上がらないとかある。でもそこのところを理解せずに無理に上げようと思って関節外したとかって話も聞いたことあります。いや怖いですね。はい、怖いんですよ。だから柔らかいからいいかって言ったらそうでもないし、逆に言うと硬いからできないかって全然そんなことないです。硬い人は硬いなりの縛り方ができます。この写真みたいに縛られたいとかって言うんだったら、柔らかくする必要がある場合もありますよね。ストレッチを頑張られるなりなんなりされればいいですけども、特に僕は必要だとは思いません。ただし少しでも事故を防ぐために、縛られる前にはストレッチするっていうのはいいことだと思います、はい、やっぱり筋肉固まってるよりは柔らかい方がいいのでっていうぐらいですかね。いずれにしても自分で縛りたいとかそういうのやるときって、見よう見まねでやるんじゃなくてちゃんと学べってことですね。まとめてくれた。そうで、今多分テロップ入ってる。ありがとうございます。本当そう、本当そこにつきます。動画に上がってるものもあくまでショーとして他の方見ていただければね、はい、全然いいと思うんですけど、うん、その通りです。やっぱそれ見て自分もやってみようっていうのは、やってみようはいいんですよ。やってみようはいいんですけど、勝手にやったら本当に取り返しのつかないことになることがあるので、
どこかで誰かに習われるのが僕はいいと思います。めっちゃ真面目な話なんですよ。お前すね歴史の考察から始まってすみません、固い話こういう回があってもいいんじゃないですか。はい、ありがとうございます。こんな感じでね、ちゃんと質問を答えていきますんで。お、じゃんじゃん答えます。皆さん、はい、どしどし真面目な答えからアホな答えまで出るかもしれませんけどよろしくね、ありがとう。いつも動画をご覧いただきましてありがとうございます。もしよかったらチャンネル登録、いいねボタン、コメントをぜひぜひいただけるととてもありがたいと思います。よろしくお願いします。またね。